12平均率倍率間、12平均率成率間、12平均率半率間、率間は、日本、中国で用いられた、調律のための12本で一組の管だ。竹製が多い。中国古代皇帝の時に発明されたとされる。皇帝は、霊林に命じて、ロン,ンの谷から、一様の太さの窒感を切らせ、その長さを測って12率を決めた。これが、 立管の起源であるとされる。週の頃、立管の三方が確立したとされる。立管のせいでは、太さの一定した、まっすぐな竹の管で、節はなく、両端は開いており、下端を手子で塞ぎ、上端を口で吹き鳴らし、発せられる音で、音律の標準の音の高さとする。管の長さの最古の記録は、両氏春秋五管孤楽に、 その超三寸九分しかも吹きのも、ためファンショーの宮とあり、王式の館長が三寸九分と定められている。ついで、ワイナンコ天文君に、ファンショーの率九寸と王式の館長は九寸とあり、採用の活量賞区に、館長九寸、後継三分、囲い九分と定められ、以後、王式の館長九寸、囲い九分が採用された。 この王式率管の長さから三分損益法によって、十二率の率管長を算出する。それぞれの長さは、以下の通りである。しかし、実際は三分損益法は、現長に当てはまるものであるため、管長は、管の太さの影響があり、観光補正を施す必要があり、管の軽営さはこれを参入して、実際の率管の長さを定めた。それぞれの長さは、以下の通りである。 これらの立官長は古代中国の差しによるので、これを原尺に改めるため、南宋の蔡元貞は、律旅新書において、古代尺度の研究を発表した。それに基づいて、江戸時代日本の藤本聖が、元六八年に制した、立官によれば、原尺による十二立官長は、以下の通り。日本の雅楽十二律は、中国伝来のものであるが、伝来時の尺度が、 古代差しと異なるから、日本の音律は中国のものと一致しない。おものである菅原道真作の十二律艦は、その高さが現行の画角十二律と極めてよく一致するが、その艦長と下の内径を田辺久夫が測定した結果は次の通り。後に、律艦はほとんど用いられないようになり、調子笛などがそれにとって変わった。ありがとうございます。